10本分ぐらい取って帰ったろもう。石登りじゃない。よし登り。よし登りしか取れねえ。うん、大雨でも降ったんか。魚全然おらへんぞ。じゃあこれ、え？あ、イモリやな。お、赤原イモリ。赤原イモリだ、これ全部。ん？全部高原や？弟子のぼり一匹だけおる。やば。とすくいでこれかい。こいつ卵持ってんだ。逃がしてあげよう。うえ。綺麗な、でも少し見えたら、少しでかいか、ちょっと大きめの、うん、あ、早いな、全然高いな。ちょっとね、渋いっすね。はい、ちょっと僕あの下見てきますわ。結構魚落ちてるかもしれないですわ。麦つく麦つく取れないっすわ。寒いですね。下から上2本とはいかなかったね。もう一回ちょっとやってろ。ヘドロごといったら取れんか。うえ。めっちゃおるやん。なにこれ。全部一緒やな。ちょっとお前たち一旦こっちに逃がして。あ、まだイモリ。え、またイモリやん。また赤原イモリやん。見どこ。かわいいから。お、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 まだ一緒か。一緒か。ちょっと待ってや。一緒やな。
キリがない。降りられへんかな、ここ。厳しいなね、これ。よし。危なっ。サイズはマジでいるんやな。よし。でかいのがいてないな。この前ね、ここ下見に来たときは、でかいのがめちゃくちゃおったんよ。馬やな、もう。ん？全部一緒か。一緒やね。いないっすわ。前ここで麦すぐ取ったんやけどね。めっちゃ減ってますわ、魚。あ、出た。麦すぐ出た。ちょっと小さいっすわ、でも。はい。西の下ですわ。ちょっと小さいっすね。なんかこのヨシノボリめっちゃかっこいいや。その数はキークルぐらい、100匹ぐらい取りましたよ、多分。ほぼ高ハヤとヨシノボリっすわ。それしかいてない。そのうちの1匹ですよ、麦つく。移動します。飽きてきましたね。もうちょっと上行きます、下行きます。そうっすね。でかい。いつ？よしよし、大丈夫やな。上にでかいのいましたわ。あと逃がしても。疲れた。移動っすね、これ。川自体変えたいっすね。同じのしかいないですね。うやーって見え、前はうやーって見えてたんですよ。で、もっと水位低かったです。